チャオこんにちは。今日もパスタ作りの時間がやってまいりました。今日のお題はプッタネスカ、ショーフ風パスタとも呼ばれています。何度食べてもまた食べたくなる実に魅力的なパスタです。それではご視聴よろしくお願いします。
美味しい。たまんないっすね。アンチョビとケッパーとトマトっていうこの3つはもう最強だね。うん、はい、ごちそうさまでした。とってもうまかったよ。いつもはトマトソースで作るんだよね、ぶったなしかって。で今回はあえて生トマトで作ってみました。これ多分トマト缶とかでも同じかもしれないんですけど、いや結果ね、結構これいいっすね。なんだろう、ソースっぽい感じではなくて、ちょっとこうすっきりしたアンチョビがとってもこう際立ってました。それからケッパー、アンチョビケッパー最高っすね。であえて最後に、まあ、普通ならまあパセリとかかけるところを、今日はパルミジャーノチーズをすりおろしたんですよね。それがまたね美味しいんだよね。これはねちょっと最近に稀に見るブッタヌスカの傑作かもしれない。ということで今日はブッタヌスカお届けいたしました。また次の動画でお会いしましょう。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。チャオチャオチャオ。